こんにちは、こんじきたまさぶろうです。今日はパートナーの辰徳と一緒に動画を撮らせていただきます。よろしくお願いします。ということで、こちら銀の盾が届きました。やったね、みんなありがとうございます。辰徳もありがとね。ちなみに銀の盾は登録者10万人を超えたら YouTube さんからいただける10万人記念トロフィーみたいなものですね。まあ、僕はただ動画を出してるだけなんで、この成果が得られたのは見てくれてる皆さんのおかげです。本当にいつも応援ありがとうございます。とにかくね、ショートが伸びてすごい勢いで、10万人を突破しました。今年の6月上旬ですね、登録者でいうと600人の時に、ショートでね、初めて上げたのはドッキリ神回避ですね。ショートをまあがっつりやり始めました。で、そのドッキリ神回避とかのシリーズがつまり大丈夫、ドッキリ神回避とかのシリーズが一気にバズって、10月29日に登録者10万人を突破しました。もともとね、600人から始めて、そこから12万人、まあ、200倍以上になったんだよね。これはもうショート、ほぼショートのおかげですね。本当に嬉しいです、10万人突破ね。で、銀の盾に書いてるこのチャンネル名、今見えるかな、金色玉三郎かっこゲーム実況っていう名前になってますね。で、僕10万人突破したタイミングで今のコンタマゲームズっていうのに改名したんですよ。で、まあ、この理由はね、ちょっと別の動画で話してるので、まあ、もし気になる方いたら概要欄から見てみてください。まあ、今はコンタマゲームズになってると。ということで、次の目標は100万人を目指してね、金の盾にコンタマゲームズって載せられるように、頑張りたいなと思っております。これからもね、みんなを癒して前向きな気持ちにできるように、元気で楽しい気持ちになってもらえるように活動していきます。まあ、何よりね、僕自身が一番楽しめるようにやっていきたいと思っておりますので、これからもぜひ活動見守っていただけたら嬉しいです。じゃあ辰徳、最後にあれ言おうか。いくよ、みんないつも応援ありがとう、これからもよろしくお願いします。せーの、オッケー、ベリーナイス。